うん。お、来た。おはよう、浅井さん。来た来た、うん。あ、ごめん、スカイプ今行けない。一回枠開き直します。皆さん一回枠開き直します。浅井さんここ座って。おはようございます。もし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 、おばちゃんです。彼女、体調悪いんだ今。彼女体調悪い今。体調悪い？うん。どこが悪いんですか？心。具体的に足が痛いとか手が痛いとか。あ、体じゃない、心、心。静かにしてあげて。心？うん。大丈夫、浅井さん。もしもし？浅井さん。ちょっと一回落ちますね。枠取り直します。いや、もう大変だもん。全然言うこと聞かない。全然言うこと聞かないよ。それを画面にできるの？そしたらね、あ、あ、いや、全部コミュニティじゃないの、本当。参ったな、あ、あ。この世の中の人の精神を愛にできるよ、姉ちゃん。あ、今の2いらっしゃい。いや、だからね、なんでやらないのかって、やればたちまち元気になるじゃん、ただ仕事に、そっちの仕事を毎日やれば。うん。あ、今の2。いや、おばちゃん。浅井さん、浅井さん、ぬいぐるみ気に入ったの、これ。パソコン、うちの。パソコン、うん、これ置こう、とりあえず置こう。うちのパソコンで作りますか。このパソコンでできると思います。いや、ぬいぐるみは作れないよ、浅井さん。え、浅井さん、とりあえず、ぬいぐるみは。作れるって、お姉ちゃん。じゃあ、ぬいぐるみ作れないって。絵、うん、ね、絵。絵だよ、絵を作れる。イラスト。絵を作るパソコン。絵、うちにパソコンは、うんと、あって、絵作れるんですか。うん、の、うわ、それすごいな。したら、うちに帰って仕事すればいいじゃん。うん、分かった。したら、ほら、通えば大丈夫だよ。浅井さん、座ろう、とりあえず。え？座ろう、みんな待ってるから。浅井さんのこと、みんな待ってるよ。待ってる？うん。もう、しょうがない。家へ帰って、それ作るって、そして、あとは。カメラが動いた方が早いよ。そして、おばちゃんとその出来について、1週間に2回ぐらいか、打ち合わせすればいいんじゃない？それいいよね。だから向こうで作ったここ持ってきたら、下町はそれ見て、それで打ち合わせして、どういうふうにできてるか、それどういうふうにするかとか、そういう、なんか、で、それで、それは全部あなたが分かるのか。そしたら、漏れなくできてるかどうか、おばちゃんが見るな。それで、いや、それいいな。いや、だから作り始めればいいんだよ。したらさ、あれだよ。それができたら大廃墟になって、それだけで生きてくれるよ。それを歌ったし、この世の中の精神。いや、もうそれをね、言いたかったんだけど、なんかもう浅井さんが今暴走してるから。愛に帰る、愛に帰るのは、お姉ちゃんですなんだ。今日は日曜日だからカラオケ帰る。え？浅井さんみんな待ってるよ。カラオケ。遅いよ、浅井さん。もう、はい、オープニングトークできなかったじゃん。オープニングトーク、皆さん、こんにちは。ちょっと待って、まだ早い。ワドンさんは神になるんでしょうか。うん、え、俺が神になる？神にちょっと、そうです、お姉ちゃんに、その画面を作らせれば、その世界をさ、愛に変える画面を作らせれば、あんたは神になります。俺神になるの？そうだよ。だからやらせなきゃダメだよ。だからどうせ、うちに帰って画面を作るって言うから、だからそれ、うちに帰って、その仕事してもらって、おばちゃんがチェックに、毎週に帰ってくる。もう話がぐっちゃぐちゃで分かんないけど、画面を作るって何のこと？みんな分かったよ。みんな分かってないよ。分かってよ、大丈夫だよ。みんなおはようって言ってるよ、ほら。おはよう。コメント読まないと。おはよう。花道なんて。ちょっと遠いんで何も見えないよ。何も見えないの？この前、メガネ、メガネこれ、ミニメモ外した方がいいかもしれない。のんたんも来る？一緒に映る？うん、おいで。あこっち、浅井さんこっち。浅井さんが真ん中。あとでインスタ見せて。ここ。おいで、のんたん。まあ、来るよ、うん。来るから座ってないと。浅井さん主役だから、ほら。先に。ちょ。
真ん中どうぞ。今日は浅井さん、浅井さんが真ん中じゃない。みんな浅井さん見に来てるんだから。浅井さんが主役なの。そう、そうそうそう。彼女は隣、彼女はいつもいるから。すいません。そう、浅井さんを見に来てるのみんな。こんにちは。ペットボトル。こんにちは。三人、三人。あ、そうだな。よいしょ、はい。すいません。光は何なんでしょうか。光は何ですか。光はあったかいものです。あったかいものと考えると、その人生をしくじるんで、光は、この世に一番冷たく感じるものじゃないぞ。光は、音聞こえてるみんな。光は、声聞こえてるか教えて。和道さんがこれで出すものです。で、それで、皆さんはどうやってそれを受け取ればいいかというと、大丈夫聞こえてなかった。和道さんと彼女を尊敬すればいいんです。聞こえてる大丈夫。それで、あとは、光って何だかみんな分かったから、その光の方向にみんな邁進すべきです。はい、これで今日終わり。今日終わり、これで終わりなの。あと なんか言ってる、みんな書いてる。浅井さんって何者ですか。吉村博之さんよく見えない。ちょっと待ってください。この前の人じゃないですよね。この前の人で、浅井さんって何者ですかって。知ってますか、吉村博之さん。まあ、リスナーさんですね。吉村博之さん、たまにうちに来てください。吉村博之さん、聞こえてるよ。聞こえてるよって、何が聞こえてるんですか。音、声が聞こえてるよって。ああ、音楽家になった方がいいです。いや、だからね、おばちゃんが、あなたのさ、体調整え方について話しますんで、たまに喫茶店で喋りましょう。お茶飲ませてあげます。あとは、上が新しいやつね。上、うん、宗教のおばさん、いや、お茶を飲ませてあげますね。宗教じゃないことが分かったでしょ。井上さん。いや、音楽家の体調を整え方ですけれども、それっていうのは、今日やべえな。今日エンジンかかってる。食事、いや、食事じゃないぞ。食事じゃなくて、体調を整え方は。今日絶好調だぞ。お父さんお母さんを尊敬して、要するに親孝行して音楽を作ることです。のぞみちゃん、星。これのぞみちゃん知ってますか？のぞみさんはリスナーさん。のぞみちゃん早く結婚した方がいいです。だってね、リスナーさんよりも結婚した方がいいよ。井上、何歳ですか？今、60かな？昭和32年生まれ。彼氏、いますか？おはようございます。早くてわかんない。浅井さんは配信者ですか？ YouTuber です。YouTuber じゃないよ。おばちゃんはルンペンじゃないんです。浅井さん、まばたき、すごい数しますね。デニーロさん。この人ですか？この人です。おはよう。しげさん、おはよう。おばちゃんは、和道さんがちょっと嫌いなのかもしれません。でもそれは、まばたきって、なんで、まばたきって何ですんですか？ちょっと待って、浅井さん、俺のこと嫌いなの？え？それが衝撃だったんだけど、浅井さん、俺のこと嫌いだったの？いや、だって、まばたきするのは嫌いなの、今聞いてたんだ。そうだよね。大嫌いだからまばたきするんです。
俺のこと、ちょっと待って、浅井さん、俺のこと大嫌いなの？これでいいんじゃない？ちょっと待って、朝から何言ってんの？ちょっと待って、浅井さん、俺のこと嫌いだったの？アクセス。ねえ、浅井さん、俺のこと、ちょっと、俺の顔見てよ。アクセス。浅井さん、俺のこと嫌いだったの？アクセスって何ですか？マジかよ。リスナーさんと、リスナーさんとアクセスしているのね。アクセス。アクセス？つながってるって意味。マジかよ、俺のこと大嫌いだったのかよ。知らなかったわ。そうですね、つながってるって言えば、そうですね。いや、この前言ったように、ここに音楽をかければいいと思います。あの、彼女が作ったもの。2年間付き合いあるのに。大嫌いだったのかよ。朝から、すごい、クミタ、ワード、クミタいつも読むような気がするけど。クミタいつもいるよ。クミタ。クミタんだよ。風船プレゼントありがとう。吉彦衝撃の真実。何が衝撃の真実だったんですか？よくわからない。あ、浅井さんにはネットスラング使わないでください。衝撃の真実って何ですか？あの、質問だけしてください、皆さん、浅井さんには。浅井さんには質問だけ、質問だけにしてください。リアクションいらないです。質問だけで結構です。はい。皆さん、神様に質問をしてください。質疑応答枠なんで、この枠は基本的に。もういいです。いや、だから、和道さんは不良にも、不良だ、ルンペンになれなくて、不良じゃないし、ただの神です。で、恋愛体験の一番熱かった経験を教えてください。恋愛経験。いや、恋愛は、白い光だと思います。風船をプレゼントしました。よくわかんない。この風船って何ですか？風船はお金。お金が本当に和道さんに入ってるということですね。はい、そうです。いうことは、いや、和道さんの才能は素晴らしいから、皆さんこの和道さんの、この方向を、応援すると、いいと思います。ありがとうございます。素晴らしいものは何でも応援した方がいい。配信者としてだけ評価してくれてるんだよね。浅井さん、見たくて、いつも、来てますよ。初見、金杯、この人ですか？はい。初見って、こんにちはしてんですか？そうです。こんにちは。ああ。はじめまして、こんにちは。こんにちは、こんにちは。おばちゃんでよかったでしょうか？浅井さん、素敵なお洋服ですね。おばちゃんのお洋服はみんな外から拾ってくるものです。で、それ、選びません。あるものを着てます。だから、あなたの洋服見なかったよ。ちょっともう一回見せてくださいね。のんたんが大好きですか？のんたんは彼女のこと、この子のこと。そう。気持ちと感情に、真実がある。これって天才の兆候でちゃんと生きてます。ファーストキスは何歳ですか？これな、どういう意味ですか？いや、初めてキス、要は接吻、接吻？チューしたのはいつか、初めて。何歳か。で、キスしてほしい。和道さんとキスしたらどうですか？浅井さんは中古でなくて新品なんですね。これもわからないよ。中古？新品。わかんない。新品かもしれない。のんちゃん、おはよう。手を振って。のんちゃん、おはよう。おはよう言ってる人は誰？あ、浅井さん。鉄の谷のナウシカ、黒猫。浅井さん、パエリア作ったんだ。ご飯食べない？この人？そうだ。浅井さんにパエリア食べてもらおうよ。あ、今消えちゃったよ。もう一回、また出してね。和道さん、おはよう。面白そうな配信してるな。あ、諸星さんだ。和道さんがご飯作ってくれました。諸星さん、なんかな。あ、今日も話に来ない？おはようございます。浅井さん、ああ。ピザ兄貴さん。
本当あなたも天才ですけど、神の神から言ったら何を天才かよくわかんないな。フリースタイル、ああ、消えちゃったよ。なんたん大好きです。なんたん、えみちゃん。あれ、また来てね。めぐ、これ。何かな。めぐ、これ。あ、くみたん、のんたんの怒り収まった。怒り？よくわからないね。あ、天才じゃないと世の中、天才を迎え、天才を受け入れない世の中に対して、怒ってるだ。で、これはのんたんの怒りですけれども、この中の、いや、わかんない、5% か 10% ぐらいの人はやっぱりその怒りを持ってると思いますが、でもこれは、おばちゃん、日通を制覇したんで、それは、だんだん収まってくると思います。浅井さん、自分のオーラは、のんたん綺麗、みんなそよ風大好き、のんたん綺麗、そよ風がわかんないな。わかった、のんたん綺麗、わかんない。のんたん恋をしてんのかな、よくわかんない。のんたんでも、天才だからと仕事に恋すれば生きているんです。浅井さん、自分のオーラ、全然わかんなくなりました。すいません。下読めなかったからまた送ってください。すいません。そうだ、もう上から読んじゃおう。上から読もう。浅井さんの好きな歌を教えてください。好きな歌？歌を。好きな歌、歌を。好きな歌って、諸星さんはなんで、なんか思い込んだらって歌ってるんですか。浅井さん好きな歌一曲歌おう。何が好き。じゃあ私は壊れません。体力はだんだん伸びてるから。浅井さん勝手に和道さんのお宅に入ってくるのですか。これは、おはようございますって言うんですよ、いつも。和藤さんって、ここ、そう。和藤さんって言って入ってくるんです。のんたんご飯食べる？うん。食べる？オッケー。次作る。いや、私、日曜日の今頃、来て、来ることが多いんで、じゃあ今度来てください。職業は何ですか？職業は、芸術家だと思いますが、芸術家って、作家と音楽家です。あとは、いや、今のところ、絵描きは廃業で描いてないんだけど、多分、これって、町内会を救う仕事。浅井さんはお風呂に入ってますか？お風呂、あ、上からかな。お風呂は嫌いです。あんなのもに使ってられない。時間がない。時間がないっていうか、面倒だよ。公園で水かぶってます。浅井さんは水浴びをするんです、公園で。冷水です、真冬でも。寒い。浅井さんはね、いや、そうやって体が弱いから、さ、お湯が体に対応しない、だから体が弱いからしょうがない。お湯浴びると体が弱くなるって昔から。違う、そうじゃなくて、体が弱すぎて、その お湯に当たるとぶっ倒れるから、だから、ああ、残せちゃうんだ、熱い。そうですね、そんな感じだから水にしてます。浅井さん、一番嫌いな人は浅井さん神様なんですか。浅井さん、そうだよ、神様でみんなを神にしようと思って。浅井さん、もしよかったら一番嫌いな人は誰ですか。あ、一緒に食べよう。わあ、すごいな。食べてみて。それ画面でパエリアって言うんだけど、炊き込みご飯、肉とか取ってるから。のんたん、違う、のんたんのは肉とか入ってるやつ作るから、食べてみて。俺作ったの。これ浅井さんに、熱いから気をつけて。浅井さん用に。なんたら先に食べないの、まあ、待ってるよ。は別にやんのよ。今ね、一番もらってる、一番嫌いな人は誰ですか。嫌いな人？和道さんじゃないかな。皆さん、そよ風大好き。寒い。みなちゃん、そよ風大好き。寒い。
よくわかんないな。これ、みなちゃん、そよ風大好きって名前ですか？そう。長い名前です。いや、それが寒くないんだよ。やりようだよ。朝、あ、ピザ、兄貴、浅井さん、パエリアの感想をください。パエリアとこれですか？そう、パエリア。パエリアの感想。これは炊き込みご飯、浅井さん。いや、私、前飯が好きですけども、それうまくなくたって何だったの？とにかく、春に入ればいいです。でも、自分でうまく調理してみます。爆笑、パエリア美味しそう。これ、何て書いてありますか？ディストリーというの、なんだろうね。茜ちゃん、今思ったんだけれども、茜ちゃんいい子だ、だけどね、病院には引っかからない方がいいです。だからね、あれちゃんと左のお腹がちょっと悪いんで、その左のお腹を手術するって病院の先生が言ったら、それはね、絶対にやらないで、逃げ帰った方がいいです、うちに。うまそうか、腹減ってきた浅井さん、ご飯食べましょう。洋風炊き込みご飯だよ。パエリア、スペインの国民食でございます。この人、スペインの人ですか？デニーロさんって。いや、違うと思いますね。うん、これがね、スペインの。スペインの？スペイン風料理。スペイン料理って何か特徴があるんですか？スペインって何だろう、お魚とかを使うのかな。あ、薄味にして超美味しいですね。なるほど。あくびちゃん、誰？浅井さんの顔写真、霊視？浅井さんは顔写真に霊視できるの？霊視がわかんないな。お化けは見えませんよ。あなたの将来は見えます。あくびちゃん、誰？浅井さん。あくびちゃんは男の子ですか、女の子ですか？どっちだろう。誰だ、怖いぞ。浅井さん、肌が綺麗。浅井さんは霊感、ワド、ノンタン。浅井さん、ワド、おはよう。ノンタン、浅井さん、おはよう。おはよう。浅井さん、ね、猫ちゃんね、うち猫ちゃん大好きです。猫ちゃんは、でも、餌やらない。わしの将来も、裏乗ってください。将来。早くて早めなくなっちゃう。生後についた方がいいです。そうすると、一生の、寿命があります。生後じゃないと100分の1だ。それは言っちゃいけないけど、でも、生後つかなきゃあんた。ピザ兄貴さん。どこだ、上から食べちゃう、上から食べない、飲んでる薬ありますか？浅井さんはいつ和道さんと知り合ったのですか？なんかなんか誰か捨てようとその来てうろうろしてたから、だからおばちゃんと一緒におばちゃんと喋った、それがどうしたらいいでしょうか。あの子どうしたかな、なんか元気でいると思ったんですか。飲んでる薬、あ、和道さんと冷めちゃうから。のんたん、はーい、はい、うわすごい、端っこの方持って、熱いから。うわこれカメラ映すね、ご飯海外、前回わすごいな、これ、すごいだ。貝食べれんなら貝。これ、そうそう、すごい。貝食べれん。カメラ映すよ。すごいなぁ。食べないの。料理が好きなんですか？すごいですね。料理好き。浅井さんは肉入ってないから、貝食べれんなら貝入れるよ。え？貝食べれる？
料理。これは肉とか入ってない。食べてよ。あれって、それ料理ってどこに工夫するんですか？料理は、うん、愛情。愛。手間暇かけること。じゃあ、あとは深層意識を変えることができるけれども、でも、その、うますぎて、開業できないだ。飯屋さんを開業するにはツイッターにあげる？ノンタン。撮る？写メ。だから、浅井さんツーショットで撮れば。ん？いや、これあなたが食べればいいんだよ。したら、違う。それは浅井さんの分だから。のんちゃん、ここに来てください。はーい。のんちゃんが食べれば、これ大丈夫ですよ。浅井さんも一緒に食べましょう。はい、のんちゃん食べてください。ばあちゃんがしたら食べますから、後で、うん。どうぞ、のんちゃん食べてください。はい。いただきまーす。いただきまーす。ツイッターどこ？写真どれだ？すいません、お母様です。のんちゃん写真、あ、カメラ撮っとこうか。じゃあ、こっち向いて、二人とも。はい。オッケー。うん。写真撮れたかな。じゃあおばちゃんが撮っといたからノンタン。はい。いただきます。いただきます。美味しいかな。口に合うかな。前より美味しくなってるはずだけど。うん。美味しいでしょ。うん。浅井さんどう？美味しい？何が足りないのかな。胡椒とね、それから。なんか。なんかこう塩？ん？いや、シナモンのような香辛料が足りない。シナモン香辛料ありますか？香辛料？塩？あ、胡椒あるよ。胡椒か。その胡椒じゃないものがいいや。なんか違うものありますか？シナモンかけんの？シナモンあるよ。いや、なんか違う。これブラックペッパーは？ブラックペッパー、はい、これダメだ、変わらない。シナモンね、わかった。シナモン持ってくる。シナモン？胡椒は SB の胡椒が美味しい。砂糖入ってるけどいいの？これ砂糖入ってるけどいいの？浅井さん。これ？シナモンこれ。あ、これいいな。ちょっとだけかけた。うん。シナモンかけてるな。シナモンシュガーだよそれ。あ、それ取ってちょうだい。これ？シナモンかけた。どう？うまいよ。うまい。ガンガンかけた。うん。ガンガンじゃない、ちょっとだよ。いや、こうやってね、うわ、笑ってるけど、地獄を見るのはわざわざでもね、思うのよ。あ、それは、ちょっとわかる。食べてみて。そしたら、私何かけていいかわかるから。絶対まずいよ。うん。さっきの胡椒だよ。うんと、これ、うんと。これシナモン、シナモンシュガー。いや、これには、この味にはそっち。さっきの胡椒。いや、胡椒でしょ？だから言ったじゃん。いや、違う、胡椒にもいろいろあるんだよ。ブラックペッパーでしょ？その胡椒がいいよ。胡椒が、だから言ったじゃん、胡椒がいいって。これか、胡椒。いや、だから、これ、なんちゃんがこれね、いや。だから言ったじゃん。あんまり辛すぎるとまずいよ。辛くなっちゃう。こんなちょっとだけだ。うん。ちょっと、僕は食べてみて。それシナモンでしょ。ちょっと辛いくない。うん、ちょっと辛くなる。シナモン取って。シナモン取って飲む。いや、面白いわ、浅井さん。もうちょっと、もうちょっとシナモンあった方がいいな。あ、美味しい、これ大丈夫だ。うん。もうちょっとシナモンあった方がいいや。え、辛くなった方がいい？うん、シナモン。シナモンが欲しいの？え、何？胡椒とシナモンどっちがいいの？シナモン。もうちょっと。はい。それ甘いやつだよ。砂糖だよ。え？それ砂糖だよ。いや、それ砂糖。はい。うん。砂糖は甘くなるんだよ。いや、私、砂糖入りのシナモン好きだ。うん。でもそれは、要するに、ご飯は深層意識を闇にするためにやるんだけど、深層意識を光にするためにやるんだから、そのように調整して食べたら元気になる、健康になるという、健康を手に入れることができる。だから、へんとこりんな食べ物を食べたらいつまでもルンペやってるしかないってことです。今の若い人、ルンペイわかんないよ、浅井さん。うんと、変調不倫な食べ物食べたら、浅井さん、面白いわ。親不孝になって、いつまでも正業につけないってことです。どう味？うまいよ。飲んだ？美味しい。うまい？うん。前よりうまいでしょ？
うん、味しっかりつけたから。うん。だから、うんと、くれて。うん。あ、よかった、でも、浅井さん食べてくれて。うん、ありがとうね。俺、浅井さんに取る。最後の一口が、もっとシナモンがあった方がいい。もっとシナモンあった方がいい。よかった。トマトがね、トマトが、トマトが大事だね。わかった、はいはいはい、しかも、うん、いいよいいよ、全然いいよ、かけすぎだよ、浅井さん。赤ピーマン、これ赤ピーマン、うん、パプリカ。いや、浅井さん、面白いな。いや、でも、甘く味付けしてあるから、あれだ。うまい？ん？うまい？うまいよ。浅井さん、シナモン好きなんだ。いや、シナモン好き。いや、うんと、好きなものは、あんまり香辛料がないものを、ね、食べ好きなの。シナモン、思いっきり香辛料。美味しいもの食べ。うん、いや、嬉しい。いや、うまくないときは香辛料いっぱい入れる。あ、そうか。それで、うんと、なんかあれだ、自分でうまくないと思うもの食べてないの。うん。すげえな。これ、浅井さん大好きだわ。うん。なんか、お茶かなんか飲む？ん？お茶かなんか。いや、変なお茶しかないみたいな。うん。はい。お父さんでした。すいません。お父さんです。すいません。ありがとう。何を持ってこなかったよ。食事、食事代。100円。ごめんね、マリ。はい。大丈夫でしょ、無料です、今日は無料です。ん？無料ですよ、いつももらってるので。100円。いやー、面白かった。あ、先生、お金いらない。ん？いや、お金払うのいらない。なんたの分も払っとこい。いや、なんじゃない、違う違う違う、レストランじゃないから、いらないいらない。え、大丈夫だよ、おごり。いい、飲んだ。あ、先生、ちょっと言って、俺ここ座るから。レストランいつもの、うん、ちょっと高速、右行って、右行って、うん、飲んだの方行って。これで狭い狭い、もうちょい、もうちょい、うん、飲んだの分も払ったら大丈夫よ。1円ありがとう、先生。浅井さん100円ね、100円、100円ずつだよ。うん、んと、あと、んと、質問ある方はどうぞ。100円だよ、100円。んと、なおちゃん、へ、100円、100円。浅井さん、会食よくわかんない。食った、全部食ったってこと？うん、そういうこと。タイソン、バリの浅井さんの吸引力。タイソンって、はい、ただいま。前からね、浅井さんにね、ご飯振る舞いたいと思ってたから、嬉しかった。タイソン。2年ぶりに夢が叶ったよ。ん？どうした？ん？浅井さん、食べ物何が好きかなと思って。食べ物？何が好きよ。食べ物ね、何が好きかな。うまいと思うものね。そうそうそう、浅井さんが。普段よく食べるもの。松屋とか行ったら何食べるの？いや、うんと、コーヒーというと、きな粉と、それから、黒砂糖が、まあ、うんと、普通の黒砂糖じゃダメだ。うん、普通のきな粉でもダメだけど、その、コーヒーも普通のじゃダメだ。うん、でも、なんか、それが混じったら美味しいと思うよ。コーヒーと黒砂糖ときな粉が好きなんだ。いや、それ混ざったら美味しいもん、美味しい。うん、今度混ぜて作ってみる。あとは、なんか、うん、多分食えないもん。俺が食えないの？あ、いや、まずくて食えないものはできるよ。いや、なんかね、うん、何かな、何が好きかって、何もと味をつけないものが好きです。おはようございます、直徳さん。おはようございますって来てる。浅井さん。え、おはようございます、誰が言ってんですか？直徳さん。直徳さん、おはようございます。今度ワイドさんのご飯食べてみてください。そしたら、ばあちゃんが隣にいますから大丈夫です。そうやったら、待て、そしたらなんだ、神なのか。ワイドさん料理上手なんで羨ましいわ。浅井さん、浅井
浅井さん今日カラオケあんの？浅井さん？正しい味付けの仕方とか教えなきゃならないのかな。正しい味付けの仕方は、浅井さん今日カラオケあんの？食べて美味しいものになく誰かが美味しいと思っているか、そういう風に味付けした方がいいです。浅井さん今日昼間カラオケあるの？浅井さん、あ、カラオケ？カラオケ今日は12時です。あのカラオケは、今日何人ぐらい来るの？親不孝の制御についてない人が解決するようにできています。いや、浅井さん、カラオケ今日何人ぐらい来るの？あとは浅井さん肌ツルツル、よくわからない。肌ツルツルってどういう意味ですか？綺麗だねって、肌綺麗だねってお肌が。浅井さん今日カラオケ何人ぐらい来るの？それノンタンがいるからです。のぞみ、くみたん、のぞみ、星は何ですか？星は星、のぞみ、のぞみちゃん星つけてんですか？そうそうそう。ああ、これのぞかっちーさんバカありがとうございます。のぞみちゃんいつもありがとうございます。すいません、かっちーさんバーガーって何ですか？これプレゼント。ハンバーガー。ハンバーガー？うん。マクドナルドだよ。マクドナルド。マクドナルド？うん。まあいいや、次行こう。おはようございます。ハンバーガー。カッチ、この猫ちゃんですか？猫ちゃん。かわいいね。じゃあ、いずれ来てください、カッチさん。私のとこ、ここに来ればいいかな。したら大丈夫です。今日カラオケ、浅井さん何歳？ 32 歳。お肌きれい。お腹痛い？お腹痛いってのぞみさんが。いや、さっき良い味付けの仕方を言ったんで大丈夫。よし、これでいいかな、今日は。今日大丈夫だからこれでいいんじゃないですか。うん。あと何かありますか。あと質問ある人。あなた質問ないですか。俺？じゃあ浅井さん今日カラオケ何人来るの？そう、質問じゃないな、違う質問。違う質問。そうだな。浅井さんは光が見えるようになったのは何歳からですか。いや、私それわからないのは、光はどこで見るんですか。いいものいや、だから深層意識で見るけど、あなたやと深層意識が見えるんだから、だからなんで光が見えないんでしょうか。俺光見えるよ。いいものを見たら見えるようになります。いや、だから福祉やめてトレーニングしたら、そしたらね、いいもの、うん、見たら見えるようになる、うん、綺麗なものを見たりとか楽しいものを見たりとかしたら見えるようになる。あ、浅井さんいい質問来た。浅井さん、いや、だからあれだよ、のんたんと毎日配信して、それから私もたまに来たら光が見えるようになります。浅井さん、宇宙人に誘拐されたことありますかって。宇宙人会ったことある？あったかもしれないけど忘れちゃうんだよね、きっと。だからみんな光の体に変わりたいんだから、だから2人で毎日配信して、私がたまに来ると、うん、でこれでみんな光の体になる方法がみんなに、自動的に分かってして光になってきますから、それでこの放送見れば大丈夫ということです。浅井さん、宇宙人には会ったことあるの？
宇宙人？宇宙人。宇宙人って何ですか？うん、地球に住んでるじゃん。地球の外にいる生物。宇宙にいる生物。いや、宇宙人っていうのは本当は深層意識ですよ。だけども、これって今、バドーさんが使ってるのは、深層意識っていう意味ではなくて、その、単なる、私のようなお化けだから、だからこれっていうのは、お化け？宇宙人っていうのは深層意識だ。だから、深層意識と変われば宇宙人だ。こんなことしょうがないや。深層意識と、手に取るように分かれば、宇宙人が手に取るように分かるわ、だから、お化けはいるの？和道さんは宇宙人ということです。じゃあ、のんたんも宇宙人だよ。俺宇宙人だった。だからのんたんが完璧な宇宙人で、和道さんがその水そうですです弟子みたいな弟子だからよくこれのんちゃんの弟子だったんだ。え、だからその、宇宙のことはのんたんに尋ねた方がいいです。あ、そうだね。あ、最後の質問いい？あざさん、お化けはいるの？お化けとか幽霊っているの？この世の中。幽霊？幽霊。幽霊わかんない。幽霊って何？お化けのこと。お化け。今言う、こうやってたら違うふうに思った。幽霊って何ですか？呪いだね。いや、私はこの世に呪いはかかってないと思うけど、あなたは呪いがかかってると思ってますか？俺は呪いがあると思ってる。呪いと祝福はあると思ってる。祈り。願い。呪いもあると思ってる。いや、質問したいのはお化けがいるかどうかなんだよな。お化けっていうのは、あなたのようなものじゃなくて、ワドさんのようなものではないです。で、それで、ノンタンのようなものなんですけれども、それは、私とは言えない。はい、これでいいです。3人で1曲歌いません？1曲なんか。今日の練習した。カラオケに行くの？カラオケ行くか。行く？一緒に。行こうよ。行く。じゃあ、何歌おう？巨人の星。巨人の星歌おうか。思い込んだら、試練の道よ、行くが男の。もういいんじゃない？大丈夫。そうだね。もういい、もういいね。でも盛り上がる曲行こうよ。タイガーマスクがいい。タイガーマスク、じゃあそれは向こうで歌えばいいんじゃない？じゃあみんな見てくださいね。はい、じゃあみんな見てもらおう。みんな見て、あと何か取りで。あ、来てくださいだ。これは、親不孝な人が、制御につけるように、おばちゃんが持ってきますんで、来てみてください。はい。はい、じゃあ今日昼の12時から放送しますんで、はい、皆さん見に来てください。はい。見に来てじゃないぞ。皆さん、これから自分の、人生が始まりますんで頑張ってください。頑張ってください。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。はい、よいしょ。終わりにしましょう。じゃあ今日昼の12時に行くから。はい、自転車1台しかないよ。どうする？歩いていくよ。そうですか。ありがとうね、いつも。お疲れ様です。ありがとうございます。いや、これ、これで、彼女が画面作れるんだったら作った方がいいよ。ね、画面を作るかよくわかんない。彼女は絵描きなのよ。ん？絵描き。絵描き？絵を描いてこの中に入れる。
パソコンにね、オッケーオッケー、わかった。あれ、あの音楽を聴きながら書けば書ける。うん、オッケー、わかった。じゃあそれで、それにどんな音楽を入れるか私が言うから、それで。わかった。それで、うん、それでやろう。あなたのドラ、なんかドラムがいいかもしれないよ。ああ、ドラム叩くよ。いいよ。ちょっと足りないね。足りないね。うん。歌声。歌声も入れよう。ダメだ、足りない。足りない。のんちゃんの歌。のんちゃんの歌入れよう。うん。うん。のんちゃんで。うん。のんちゃんでいいか。うん、それでいいだ。うん、ありがとうね。じゃあ、食べる。うん。あけさん、じゃあ昼間行くから。はい。昼、幡ヶ谷ね。はい。OK。さあ、いつもありがとう。すいません、お世話様です。お世話様です。ありがとうございます。お世話様です。どうもごちそうさまでした。どうもごちそうさまでした。ありがとう。昼間よろしくです、浅井さん。はい、すいません、お世話様です。よろしくお願いします。すいませんです。ありがとうございます。すいません。浅井さん、気をつけて。はい、すいません、お世話様です。すいませんでした。ありがとうございます。ということで、皆さんありがとうございました。今日の昼間はコニーコピアとコラボレーションします。多分ね、初めて見る人は衝撃を覚えるかと思いますので、心臓の弱い方は今日の昼の放送絶対見に来ないでください。心臓の弱い方は多分心臓が3回ぐらい止まっちゃうと思いますので、今日の昼の放送は、お控えください。これ飲むの？うん、うん、はい。心臓の弱い方、本当に心臓止まるぐらいのカラオケなんでね。うん。じゃあ、皆さんお疲れ様です。フォローありがとうございます。フォローありがとうございました。お疲れ様です。おつでーす。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんだよ、もう。